はい、えー、こんにちは。そっか、塾の久保です。今日はですね、気になる男シリーズの中で、ちょっとね、YouTube にフォーカスした、気になるお金というね、タイトルでお届けしようかと思います。よろしくお願いします。えー、今ご覧いただいているのが、YouTube の広告収入の目安なんですけども、いかがでしょうかチャンネル登録者がどのぐらいになったらどのくらいの収入が入るのか。うん、実はね、チャンネル登録1000人を超えると、広告収入って入り始めるわけじゃないですか。 ですんで、YouTube で稼ぎたいという人の第一段階が、やっぱり、チャンネル登録1000人を目指すっていうところなんですよね。で、1000人を目指したら、どんな世界が待ってるのかなと思って、やりながら期待するんですよ。それこそ、0人から1000人っていうのが、最もきついんじゃないかなと思います。1000人から3000人とかね、1000人から5000人って、それに比べるとそんなに大変じゃないんですよ。しかしですね、この、 チャンネル登録1000人の壁を越えると離脱する人が多いのも現実ですそれはなぜかっていうとあまりにもね分かるじゃないですか広告収入が少ないことにびっくりしてえここまでやったのにこれだけかよっていう風な気持ちで脱落するんですよねいやでもねこのチャンネル登録1000人ってことは少なくとも1000人の人がファンになってくれたっていう本当感謝なんですよね 自分の一生懸命やったことを認めてくれた人が、そしてこれからを期待してくれる人がね、1000人になったってことなんですよ。どう考えるかにもよりますけども、この1000人が素晴らしいチャンネルだというふうに認めてくれたってことは、これからもね、新しい1000人、次の1000人、さらにまた次の1000人が認めてくれる可能性がぐっと広がるんで、ここが正念場、踏ん張り所、本当のスタートなんですよね。5000人、1万人と目指すことができるわけなんですよ。で、どんなチャンネルも、 1000人からスタートですからね。はじめ社長、それからあ、ヒカキンさん、チャンネル登録1000人の字はありましたから、そこで辞めないから100万人になるわけですよ。ね。だから1000人で辞めれば100万人も夢のまた夢ですから。で、今回はチャンネル登録1万5000人をね、到達した私から見える景色としてこうやって数字をまとめてるんですけども、まあ大体こんなもんじゃなかったかなっていうふうに思い出してます。 そして私はチャンネル登録3万人には行ったことがないんですけども多分3万人に行ったらこのぐらいにはなるだろうなっていうふうに考えてますねまあですんでこれからチャンネル登録増やしていって私のチャンネルがアクティブである以上多分3万人はいくでしょうし3万人に行ったらもうねこれ年金になるんですよそのまんまこれから私50代をね終える頃60歳を超えて チャンネル登録が3万人。これはまあ大いにあり得ることだと思うんですけども、そうすると60歳以降私のもとには YouTube から30万円以上のまあお小遣いがね、生活保護のように振り込まれるってことになりますので、どうでしょうかね。うん。チャンネル登録1000人。がっかりするのもわかりますけども、老後の年金をね、構築するために、1000人から1万人、1万人から3万人、ここら辺を目安にしていただいて、 うんやっていったらどうかなと思うんですよだからどこを目指すすかなんですよねねきっと、ね、何を目指して始めたのかってことなんですよさらにどんんな欲望を叶えたくっってててやるでですすかってことですえチャンネル登録1万人に行かない頃まあ私はねトランザムっていう40年前の車を買ったんですけどもこれがね1000万円ぐらいするんですよ、うん、で1000万円をまあチャンネル登録1万人も行ってない私がね 購入しようと思ったらさすがにまあそこそこ YouTube からではなくて他のビジネスからの収入も必要だったんですけどもまああの経費の関係でねローンを組んだんですよそしたらまず1回目は審査に落ちたんですよねやっぱり高額になりますんでそれなりに厳しかったわけなんですよで私の場合は職業がねなんか得体の知れないまだ世の中ではねジャンルしにくいものだったんでだから審判会社もちょっとね敬遠したんですけども YouTube のチャンネル登録が当時8000人ぐらいいたんですよ。で、YouTube のチャンネル登録が8000人ですってことを審判会社に告げたら通りました。<laughs> 落ちて1時間後に通りました。それは多分、審判会社の人が私の YouTube チャンネルを見に行ったんでしょうね。で、再生数、チャンネル登録、更新頻度、そのぐらいをチェックして、あ、だったらこれはきちんとした担保価値があるなっていうふうに判断してくれたと思います。ですんで、すでに YouTube の数字そのものが社会的信用を 気づき始めたっていうことの例じゃないかなと思います。これもね、私がチャンネル登録をそこそこの人数いって、そして、えー、お金という問題に、信用という問題に行き着いたから見えてきた世界で、多分、チャンネル登録ね、3000人5000人の人では分かんない世界なんじゃないかなと思うんですよ。まあ、つまり、チャンネル登録1万人を超えたからこそ見える景色があり、そっから見える景色を私はまだチャンネル登録がね、500人とか1000人の方にお話ししてますんで、ここまで来たらこんな世界になりますよってことをお話しできるのも、 チャンネル登録が増えた、YouTube の経験を積んだ、そこで暮らしているというね、えーじ、実績からお話しできる事実だと思います。想像で話してるわけじゃないですからね。私が想像で話しているのは、この図で言うと、3万人の、この、チャンネル登録者さんだったら、どのぐらいの収入になるかな、というところですね。ここは私の想像です。じゃあ次行ってみましょうか。YouTube の収入の種類ってどんなものがあるのかな、ってことをお話していきましょう。 大体ね、このぐらいなんですよ。まず今お話した広告収入がありますよね。そして、場合によったらスーパーチャットって言って、ライブ放送など YouTube でやるとスパチャを投げてくれる例があります。これ100円だったり、1000円だったりするんですけどね。まあ、応援ですよね。で、3つ目、メンバーシップというチャンネル。私も月額390円のメンバーシップをやってますけども、ここのメンバーシップの会員登録していただくと、毎月毎月、 えー、固定収入が入がるってことになりますもちろんメンバーシップ離脱すると入らなくなるんですけども私の場合は数十人の方がそれぞれ390円を払っていただいてるんでまとまったあ固定売り上げになってますねその代わりチャンネルメンバーシップの方への特別のサービスを忘れないようにしなくてはいけませんそしてチャンネルメンバーシップの新規参加の宣伝もしなきゃいけませんけどねで4つ目企業案件これ私ね実はねすごく多いんですよ 企業案件あの NFT とかそれから ICO とかこの辺の企業案件大きいです多いですね暗号通貨ブロックチェーンそれから時に FX とかも来ますだから投資のチャンネルもやってるんでそれでなんでしょうね投資系のそのアフィリエイトっていうのは特に今回 FTX っていう会社がまあ一気にね倒産してしまったという 業界を激震させるような事件がありましたんで、そこで資金を失った方のために、やっぱり投資で失ったお金は投資で取り戻そうみたいなムーブメントが必ず起きるんですよ、ですので今、企業案件が殺到してます、ただし、こういう時に出てくる企業案件って、インチキなものが多いんでね、私はちょっと紹介を控えてますけどね、ただ、報酬高いです、企業案件、なんか紹介するだけで一発10万とかね、それから売上に応じて、そのパーセンテージ30、30%とか50%っていうのをくれるんですよ。 で、報酬が高すぎるんで、多分これは企業案件に応じた CM を見て商品買った人が被害を受けてるんだろうなと思いながら、私はちょっと控えるようにしてますね、うん。だからもっとね、あの、いいものがたくさん出てきて、みんなが投資で、まあそこそこね、満足感を得てる時の企業案件はいいやつが出てるんですけども、今みたいなね、金融業界に大きなパニックが起きてる時の、その人のプレイヤーさんのね、投資家さんの隙を抜くような、 CM っていうのは悪質なものが多いですから、これは止めることにします。はい。5つ目、アフィリエイトです。はい。アフィリエイトっていうのは、まあ、そうですね。広告収入に似てるんですけども、この辺については、果たして今、どこら辺まで効き目があるのかなと思ってます。うん。まあ、実際、YouTube で、まあ、一つのテーマについてお話、例えばダイエットの話をして、あとは動画概要欄にみたいな感じで、動画概要欄から商品購入のページに進むと、そのうちの一部が、 アフィリエート報酬としてユーチューバーに入るみたいな形はありますね。大体この5つなんですけども、うん、この番組をご覧の皆様には第6の先端串をお知らせしておきましょう。それがコンテンツ販売でございます。まあ例えば私は FX のオリガルヒっていうね、FX 専門のコースのコンテンツ販売をやってますけども、これがまあ一発30万とかね、35万みたいな価格で出すことがあります。で、 このコンテンツ販売はどういう意味かっていうと、FX でずっと画面を見して、えー、信頼関係を築くんですよ。私の FX の解説が確かになと思われれば思われるほど、じゃあどうやったらそれができるのかなっていうふうに考える視聴者さんが増えてきます。そこにですね、えー、ある時期を見て、じゃあ FX の専門コース、FX オリガルってものがありますから、お問い合わせくださいねっていうことによって、セールスにつなげていくって感じです。このセールスは、主に、 メールのやり取りで行いますので YouTube 上でどういうふうなやり取りが行われているかってことを見ることがありません、まあ、つまりあのセールスのやり取りを動画で見ることがないのであの本当にセールスしてるのかどうかね分かりにくいっていうことがあるんですよまああの言うまでもなく宣伝広告ってのは視聴者さんの求めるものではないんでねうんだから一部の人しかその宣伝広告を求めてないんですよ まあ、テレビ番組を見ていても CM になったらやっぱりこうトイレに行ったりちょっと別の用事したりとかなるでしょチャンネル変えたりねですんであの今これが欲しいんだけどなーって思ってる人以外は広告にはあんまり目を向けないもう言ってみれば広告は邪魔っていう存在なんですよね、まあ、ですんで、えー、興味のある方はこちらの方にご連絡くださいっていうふうな形で軽く宣伝しておいてあとは興味のある方としっかりとコンテンツの説明をしてセールスまでつなげていくっていう形になります うんまあ、こんな感じでねやっていくんですけども今回はね広告収入についてもうちょっと話していこうと思います広告収入を効率よく取るためにはどうすればいいのか2つの要素がありますどんな動画の内容にするのかつまりジャンルですそのジャンルに応じた広告がつくからですあとは広告が何回表示されるかあまり短いと広告は出なかったり出ても1個だったりしますけどもあんまり長すぎると広告だらけになっちゃうんでね見づらいですよね だからだ、ね、いたい,いとされてますねでさらに言うとどうして8分かというと YouTube では8分以上の動画にはクリエイターの好きなタイミングで広告を表示させるよう設定できるからなんですよね、まあ、つまり同じ回数視聴された8分の動画でも広告を1回表示させるっていう設定にするのか5回の表示をするのかだけで単純に5倍の収入の差が生じるんですねですんで仮にチャンネル登録が1 0 0 0人でも 広告表示回数が多い10分以上の動画がスタンダードに視聴されるチャンネルであれば普通に生活できるだけの収入は得れるそういう風な道を作ることもできますねだから動画の長さとかねどんな広告をどのくらいそこに出すかってこと大事です広告の種類によっても単価が違います例えば投資系の広告ってのは結構値段が高い傾向にありますけども風景を見たりとかねまあ旅行のチャンネルとかグルメだとかこれはねあんまりね 方針の高いい広告つかないんですよただし、やっぱり再生される可能性は高いですね。まあ、つまり、動画をたくさん出して少ない広告費に行くのか、そして、あまり動画は出さないんだけども、1回あたりの広告が高いのかっていうね、その質と量の関係になってくるかなってことです。この辺はね、もっともっと詳しく、特定のスクールなどで学ぶことができます。で、今回は2人の例をお示ししましょう。 一人はね、チャンネル登録1400人、女性アイドルの例です。女性アイドルっても、このローカルアイドルっていうかね、無名のアイドルさんです。なんせファンが1400人ですから。ですから、その1400人に対してのアイドルであって、まあね、テレビやね、雑誌をにぎわせるようなアイドルさんではありません。つまり、同人アイドルですよね。自称アイドルと言ってもいいでしょうか。はい。この方に取材が来ることはないと思いますけども、十分暮らしていってる。その例です。もう一人、 チャンネル登録1000人のゲーム実況 YouTuber の例です。まあゲーム実況の YouTuber って結構もう終わってるんですよ、うん。取り組みやすいんですけども、すごいライバルが多いんで、挫折する、やめる人も多いんですよ。その中で登録者1000人で暮らしを立てているゲーム実況 YouTuber さんがいらっしゃるということでお話していきます。まず、企業案件を選択して女性アイドルさんがやってます。ね。こういう条件でその女性アイドルさんがやってるみたいですけどね。 まずは、商品紹介してくださいっていうふうに企業からメッセージ、メールが来ます。そしたら、紹介してほしい商品のサンプルを無料で手に取ることができるんですよね。で、無料でいただいたサンプルをもとに、えー、自分のね、メイクなどを、そして宣伝する動画などを作っていきます。これ一つの動画作ると、その商品が出てくる動画ですよね。これ、固定で3万円なんですよ。もう私もそうなんですけども、 動画を作ってくれたら、その内容にか,かわらず、固定で10万払いますよみたいな投資の案件来るんですよ。だからこんなもんだと思います。化粧品だったら3万円あげるから、これで動画作ってねって感じです。動画の内容については、相当ひどくない限りは何でも OK です。あとは、チャンネル登録者数かける1円とか1.5円っていう契約になりますね。だからチャンネル登録が1000人いたら、 あ一つの動画で固定3万円。チャンネル登録に応じて、1000人かける1円とかですから1000円入るって感じです。じゃあ動画10本作ったら1万円ですよねってことになりますけども、このチャンネル登録者かける1円とか1.5円っていうのは、チャンネル登録じゃなくて、再生数かける1.5円とかなる傾向が最近はあります。まあ、この3つの条件、当然ですけども、企業によって、商品によって様々な条件を提示されますので、その条件に対して、 ユーチューバーさんが交渉していって、まあこういう風に変えていきましょうってうのもありです。女性アイドルさんはね、化粧品の紹介っていう案件が来たんで、それをやってますんで、週に2回アイドルさん、情報発信を更新してるらしいんですけどもうん、例えばね、そのうちの1回は自分がカラオケボックスで歌ってみた、近くの公園で踊ってみた、こういうのを放送したりする。 まあ、ライブだったりするチャンネルなんですけども、えー、週に2回のうち1回は企業案件を紹介するようにしてるらしいです。今回紹介するのは、えー、この化粧水ですと私はつけるのは朝と晩2回でこんな肌になりましたってからね見やすくするとかね、うん、あとは汗のかくシーズンにはこういったあスプレーがおすすめですと嫌な匂いもせずに、えー、汗の香りがすぐ取れていきますみたいなねそんなんだと思いますけどね。うん だからなんか CM タレントになった気持ちでアイドル活動もできるんで結構楽しくやってるみたいですね。ただ CM が多すぎると視聴者さんが離れるんで週に2回の更新のうち1回はアイドル活動1回は企業案件みたいな感じでえ視聴者の確保のバランスを取ってるみたいです。例えば企業案件の方の再生数が3000で普通のアイドル活動が5000だとしたら2000回の再生回数とかを失ってるってことになりますのであんまり あの、CM をバンバン打ちすぎると、ちょっと本編のね、えー、動画にも影響してくるってことなんで、あちょっと視聴者回数落ちたなとか、チャンネル登録伸び悩んでるなと思ったら、企業案件をちょっと控えめの月にしてみたりとかね。伸び盛りの時には、まあ、企業案件をちょっと多めに入れてみたりとかするみたいですね。この辺も、なんか自分でプロデュースできるんで、なんか楽しいみたいですよ。 はい。次はゲーム実況の例ですけども、動画の平均視聴数ってのはのは大体ね、200回とか300回、多くないでしょ。ゲーム実況ってだ大体数千回とか、万っていう会員で撮れるのが、まあ、スタンダードなんですけども、まあ、昨今の似たような YouTuber さんのね、乱立によって、だいたい200とか300再生されればいいみたいです。でもまあね、この方っていうのは、ゲームの実力があるんですよ。ゲームを楽しくやってる。 上手にやってる。攻略法を見つけながらやっているえ。そして継続してその動画をコンスタントに出してるてところと、まあ、被せる喋りがまあそこそこ面白いんですよね。まあですんで、ライブの配信時のスーパーチャットが広告収入とは別に入ってるってことによって結構バランスのいい収入になってるみたいです。で、長時間ライブの配信の場合に何度も広告を表示させることだけできるっていうメリット一つと、スーパーチャットっていうね、 直接課金っていうのが2つあるんで、この2つをどういうふうに取っていくかっていうのをマネジメントして自分の生活費にしてるみたいですね。まあ、だから、少人数のチャンネル登録でも十分に生計を立てるっていうふうな形になってるみたいです。で、ライバル配信っていうのは長時間動画を見てもらえることが多いんで、少ない人数でも固定ファン次第では収益に直結するってことになります。はい。ということで、お二人の例をここで紹介させてもらいました。 ま、どういった YouTuber さんが成功してるかってことで、やっぱりリサーチすることって大事になってきます。このようにリサーチすることで自分の好きや嫌いに関わらず、稼ぐことを最優先にした、そうした特化型 YouTuber を目指すこともできるんですよね。大抵 YouTuber さんって自分の好きなことをやって、その好きなことが収入にあの直結しないものを長くやっちゃうから、稼げねえな、なみたいなことになっちゃいますけども、じゃあ自分の好き好みを抜きにして、 稼ぐことを第一に YouTuber 活動を考えたときには、ちゃんとしたリサーチが必要になってくるんですよ。多分ね、本当に稼ごうと思ったら、今回の動画もそうですけども、徹底的な、あの、証拠からですね、実績からリサーチを積み上げて、それに基づいた当てる動画作成に、まあ、向かっていった方がいいのかなと思います。まあ、ね、やっぱりこう、人目につく動画にするためには、リサーチ必要だと思うんですよ。 サムネイルはどれが受けてるのかなと、色使いはどうかなとか、どんなツールを使ったらいいのかなと、編集はどのくらいすればいいのかな、全部リサーチですからね。特に自分のジャンルと競合となり得る YouTube の動画本数、規模、投稿頻度とか戦略など、まずは周りの情報収集が大切なんで、今回はね、成功しているチャンネルのその攻略方法を知るため、いわば成功のポイントを探るために、リサーチツールを紹介しましょう。リサーチツール。 ノックスインフルエンサーというサイトこちらの方ね URL つけておきますのでこれクリックしていただければと思います動画概要欄にもつけておきましょうかねでこれね日本の YouTube チャンネルトップ100から各 YouTuber の毎月の動画再生回数気になるあの人の日給 <laughs> 毎日のアズセンスの収入までこと細かく情報を分析することができるんですよねこれ私自分自身でやってみたんですけどもまあまあ合ってるなっていうところが多かったですねはい そして、えっ、ー、と、YouTube のノウハウを現役のプレイヤーとかね、で、プレイヤーを現在育成している、そういったマネージャー、つまり塾長から聞くっていうのも、いい方法だと思いますよ。ですので、今回動画の最後に、タカさんの YouTube 塾へのお問い合わせ、こちらの方をお勧めしておきますんで、気になる男シリーズの、もう一人のね、プレイヤー、タカさんの方のアカウントにね、メッセージを入れていただければと思います。 さらに、ここでちょっと重大な発表しなければなりません。タカさんとのライブ放送、ズームですね。こちらの方を正式にここで発表させてもらいます。URL は次回の気になるところで発行しますので、そちらの方待っていただきたいんですけども、11月29日火曜日、21時から稼ぐための YouTube 講座。こちらの方をね、タカさんと一緒にお互い稼いでるものとして、ね、もう稼ぎのネタばっかり。 YouTube で稼ぎまくっている、その話ばっかりをしたいと思いますので、YouTube で稼ぎたい方は、絶対に見た方がいいと思います。もう、超サービス、えー、ズームライブになりますんでね。もう、こんなことは二度とやらないと思いますけども。得したい方は、ぜひご覧ください。はい、それでは今回の気になる男シリーズは、終わりです。次回、タカさん、よろしくお願いします。